はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はグッドノーツの裏技を紹介していきたいと思います。私ずっとグッドノーツを使ってきてですね、もう 7,8 年になるんですけれども、まあ、ずっと使ってきて、その中でもすごいおすすめの機能だったりとか、裏技、小ネタ、あとは最近できた新機能とかもね、紹介していきたいと思います。で、私グッドノーツのこのね、本も出してるんですけれども、この本ではですね、基礎から応用までめちゃくちゃたくさんグッドノーツのチュートリアルを出してますので、もしね、まだ買ってない人はこれもよかったら見てみてください。で、この本にはね、載ってないこととかも今日は紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目、コピペからいきます。この画像をですね、複製したいとき、タッチしてコピーで、画面どっかタッチしてペーストするとですね、同じものが複製されるんですけど、これよりですね、もっと早い方法があって、ギュッとして、はい、ドラッグ、ギュッとしてドラッグ、タッチして、キュッとしてドラッグすると複製することができます。で、この画像なんですけど、これ長押ししながら違うタブに行きます。で、このまま手を離すと、はい、違うノートに貼り付けることができます。もう一回行きます。タッチして、キュッとして、もう一個の指でタブを開く。で、そうすると簡単に違うノートにコピペすることができます。次、ラベルテキストです。こういう文字の下に四角形とかを置く方法なんですけど、テキストタッチして、この右上の丸いところですね、ここを押すと背景のカラーっていうのが出てくるんですけど、これをですね、設定すると背景に色がついて、簡単にラベルのテキストみたいなのができるので、こうやって覚えたいところですね、覚えたいところにこのテキストを持っていくと、後から見返した時にめちゃくちゃわかりやすくなると思います。で、次、シェイプのツールなんですけど、シェイプはですね、こんな感じで四角形を書いてギュッとホールドすると綺麗なシェイプを作れるんですけど、これですね、後から指でタッチすることができます。指タッチすると後からシェイプが変えれます。これ意外とね、知らない人いるので、はい、めちゃくちゃ使えるので使ってください。で、これペンだけじゃなくて蛍光ペンでも同じことができます。蛍光ペンでギュッと長押しでタッチして形を変えることができるので、綺麗な線を描きたいときですね、こうやってタッチして、後から伸ばしたりね、することができるので、はい、これめちゃくちゃ使えます。で、こういう勉強のノートを作ってる学生さんとかはですね、こういう A4 で立ち上げて書いてもいいんですけど、おすすめはですね、こんな感じで A3 で立ち上げて、こっちのページで、こっちのページ、普通のノートの見開きみたいな感じで書くのがめちゃくちゃおすすめです。これをですね、 A3 の紙にプリントアウトした時にこうやってホールドしてね、普通のノートみたいな感じで書くことができます。で、どうやってやるかっていうと、このプラスのノート押して、で、ここすべての用紙の A4 になっているところを A3 にします。で、 A3 にして、この中の2列真ん中に白い線が入っている、ちょっと見えにくいですね、これ押してみます。そうすると見えますか、この真ん中にね、白い空白みたいなのがあって、こっち A4、 こっち A4 の罫線の紙が出てくるって感じです。で、ここにですね、普通にノートに書くみたいな感じで書いていくと、こういうノートが作れます。なので、A4 でね、単体で書くのもいいんですけれども、ぜひこのやり方おすすめなので、よかったら使ってみてください。次、ステータスバーの削除です。点々の一番下、書類設定に行って、ここのステータスバーっていうところがあるんですけど、これチェック外します。で、そうするとね、今ちょっとわかるかな、はい、ここの日付とか時間とか Wi-Fi マークですね、これがですね、こんな感じで非表示になります。なので、画面を大きく使いたい人はステータスバーを非表示で使えばいいと思います。次、グッドノーツで絵を描く方法なんですけど、こういうね、理科ノートに描くような絵ですね、これって描くの結構難しいんですけど、簡単に描く方法、以前も紹介しました、画像を探して、その画像の上からトレースするような感じで線をなぞっていくんです。で、色を塗るときは蛍光ペンで塗ります。蛍光ペンで重ねるようにして塗っていくと、ちょっと影みたいな感じ、こうシャドウというか影みたいな感じになって、すごくいい感じのイラストを描くことができます。この心臓のやつもですね、心臓のイラスト持ってきて、その上から線でなぞったみたいな感じなんですけど、こうするとですね、誰でも簡単にすごくいいイラストがグッドノーツで描けますので、ぜひよかったら試してみてください。で、次、色ですね、カラーパレットなんですけれども、グッドノーツはですね、スポイトっていう機能がありません。この中から選ぶか、もしくはここのサークルのところですね、ここを押して自分の好きな色を選んでいく必要があるんですけど、この色使いたいなっていう時にですね、なかなか難しいんですね。で、その時
時どうするかっていうと、写真アプリからスポイトで持ってきます。こういうですね、カラーパレット、ピンタレストとかでカラーパレットって調べたらこういうのが出てくるんですけど、これを使いますね。で、スプリットビューでこんな感じでカラーパレットをこっちに出して、で、編集ボタンを押します。で、タッチ。アップルペンシルでタッチすると、こういう鉛筆とかね、消しゴムとかのツールが出てくるんですけど、これで色を選びます。で、色を選ぶとき、ここにね、スポイトがあるんですけど、これ長押しして、こうやって自分の好きな色のところに持っていきます。で、手を離す。そうすると、ここに今選択したカラーがですね、出てるんですけど、この状態で、ここ、スライダーっていうのを押してください。スライダーです。で、下の方を見てもらうと、ここにカラー値っていうのが出てくるんですね。カラーの値です。で、これカラー番号って言って、これを入力すると、この色が出てくるんですよ。なので、ここでコピー押します。コピー押します。で、これ一回さよならして、で、カラーのところタッチですね。カラーのところタッチ。で、ここです。ここ。タッチして、今コピーしたものをペーストします。ペーストします。そうするとここに今ピンクのやつが出てきました。プリセットに追加っていうのがですね、ここのプラスであるので、これ押します。はい、そうするとここにピンクの今選択したカラーが出てきました。これでですね、こんな感じで任意の色で絵を描いたりすることができます。次、スクリーンショットです。スクリーンショットはこの投げ縄ツールを取って、切り抜きたいところだけをこうやって囲います。で、タッチしてスクリーンショットを撮るっていうのが出てきます。これでですね、写真に保存、画像を保存することもできるし、あとは、コピーですね。ここにコピーっていうのがあるので、コピーをして、で、ギュッてして、ペースト。すると、この画像がですね、こうやって貼り付けることができます。私がよく使うのが、ベタ塗りを作りたいとき、赤をね、選択して、スクリーンショットを撮るっていうのをします。すごくちっちゃく囲いますね。で、そうすると、赤ベタが出てくるんです。で、ここ押して、コピー押します。その後に、長押しして、ペースト。はい、押すとですね、こんな感じで、で、ここで、サイズも変えれますね。なので、こういう帯みたいなのを作りたいときにめちゃくちゃ便利なんですよ。で、もう一回タッチして、トリミングっていうのを押しますね。で、これでフリーハンドっていうのを押します。自分の好きな形に変えられるので、こういう雲みたいなのを作って、はい、こんな感じですね。もうちょっと、こういう感じにしようかな。はい。あ、こっちの方がいいですね。ちょっとこうキャッチーなラベルが作れるっていう感じです。次、複数の PDF を一つにまとめたいときどうするかっていうのをやりたいと思います。まず、ここのプラスから読み込むボタンを押します。で、まず一個じゃあ選択して開く押しましょう。こういうのが出てきました。で、もう一つのやつをこのお尻にくっつけたいとき、一覧のところですね。一覧のところ押して、プラス押して、で、読み込むですね。これ押します。で、もう一つの PDF を選択して開く押します。で、そうするとですね、この後ろに PDF がくっついた感じになるので、サイズはね、ちょっと違うんですけど、一つにね、まとめることができます。次、ステッカーいきます。ステッカーはですね、この星マークをしてください。そうすると、ここにですね、自分の好きなイラストだったりとかを、登録しておくことができるんですけど、私だったらこんな感じで、可愛いスタンプみたいなのを登録してたりするんですけれども、こんな感じで、これはですね、シェイプで簡単に作ったイラストなんですけど、これをタッチして、要素を追加っていうのを押します。この中でノートっていうのに入れると、こんな感じで自分のスタンプのところにですね、はい。こういうのが出てくるので、こいつをですね、すぐに呼び出したいときはめちゃくちゃ便利です。私はこういうラベルみたいなのをですね、入れてます。ここの上にちょっと文字を書いたりとかすることができます。こういう数字とかは可愛い数字を自分で書いて、登録しておくとめちゃくちゃ便利です。こういうプロクリエイトとかで書いたイラストとかも登録できるんですね。はい、タッチ。可愛いキャラクターが出てきます。はい、おじさん出てきました。はい、なめくじ。プロクリエイトで書いたやつをですね、ここに登録するのめちゃくちゃおすすめです。もうノートのね、端っこにこういうのがあるだけで全然違うので、暇な時に頑張って書いてみてください。
はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。いかがだったでしょうか。本当にね、いろんな裏技があるので、またね、紹介していきたいと思います。で、ぜひですね、このグッドノーツ手書きノートブックですね、私の著書でございます。4冊目の本になりましてですね、今までたくさん本出してるんですけど、これ、もう本当に自信作でございます。普通のノートの使い方以外にもめちゃくちゃバリエーションを出して書いてますので、ぜひまだ手に取ってない人はですね、Amazon とかでも買えますので、概要欄の方にリンク載っけておきますのでチェックしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じで以上にしたいと思います。ぜひね、面白かったり役に立ったっていう方はですね、いいねボタン押してもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。